どうしてもこうターンが途中で終わっちゃうとだんだん落とされるので、しっかり回し込んで、トップがちょっとこう上向くぐらいも意識しながら、そこまでこうターンし続けて、行ってみましょう。止まるとき注意してくださいね。はい、じゃあ行ってみます。あそこあれだな、高い時使ってるので。じゃあ今度はこれいきますね。で、ちょっとポジションがやっぱりこう遅れがちだったりしてますよね。なのでちょっとこう確認も込めて、切り替えのちょっとズルズルでいいです、ズルズルでいいので、切り替えのところでちょっとテールをポンとジャンプ入れて切り替えて、で削って滑ってください。で、ジャンプで方向こう回すではなくて、こっからポンと軽くこういうふうに角が取れればいいかなと思います。で、ジャンプが、テールトップ上がる人は当然こうですね。テールでトントでいいので、テールをちょっと意識していくと、体のこう行く方向と、ポジションもちょっと変わります。